現在護衛艦加賀とアメリカカール・ヴィンソンとの共同訓練が行われています。インド洋での訓練から、現在は南シナ海で訓練をしていますし、F-35C と CMV-22B オスプレイでの同時パトロールも実施、存在感を示しています。護衛艦加賀が南シナ海での合同訓練といえば、やはり思い出すのが黒潮潜水艦なんですが、なんで黒潮潜水艦なのか知らない方も多いでしょう。今回は黒潮潜水艦に注目がなぜ集まるのか詳しく見ていきますね。この黒潮潜水艦の真実のおかげで、海上自衛隊の潜水艦性能が世界に一気に広がるきっかけになったのです。オーストラリアが航海したあの日ですね。2018年9月17日、防衛省は海上自衛隊の護衛艦、加賀、稲妻、鈴付きの3隻からなる平成30年度インド太平洋方面派遣訓練部隊が南シナ海において9月13日に対潜訓練を実施し、それにベトナム海軍親善訪問部隊として派遣されていた潜水艦、黒潮が参加したと発表した。翌18日に、当時の小野寺御殿防衛相が、記者会見で、この訓練について、特定の国を念頭に置いて実施されたものでなく、戦術技量の向上を図るものであるとして、南シナ海で、強引な進出を進めている中国を牽制したものではないとした上で、今回のように、南シナ海での訓練に、潜水艦が参加することは、15年以上も前から、何度も実施しているとして、昨年と一昨年も実施されていたと述べた。日本に限らず、世界のどの潜水艦保有国においても、秘匿性の高い潜水艦の行動を明らかにすることはせず、このような訓練への参加を公表することは、極めて異例のこととされているが、小野寺防衛省は、過去においても公表はしているので、特段の意図があったわけではないと、語っているが、海上自衛隊関係者は、南シナ海で任務についていた潜水艦の訓練参加を公表したのは、今回が初めてだとしている。また、このことについて、当時の安倍晋三首相が、テレビ朝日系番組の報道ステーションに生出演した際にも、同様に、自衛隊の訓練は、あくまで練り度向上が目的であり、特定の国を想定したものではないとして、南シナ海での潜水艦訓練は15年間から実施していて、一昨年、昨年も実施したと説明をした。そして、さらに、このような訓練については、近隣国においては、その実施を十分に承知しているだろうと述べていて、明らかに中国を意識した発言であることは間違いないとされている。海上自衛隊の潜水艦、黒潮は、通常動力潜水艦、親潮型の7番艦で、水中排水量は4000トン、全長 82m 最大幅 8.9m、2002年10月に浸水後2004年3月に就役して、第1潜水隊群第3潜水隊に所属して、呉基地を母港としている。この、親潮型潜水艦は、それ以前の潜水艦と比べて、ステルス性が高められた設計とされているのであるが、現在の海上自衛隊では、次型の、双竜型潜水艦から最新の、タイゲイ型へと、さらにステルス性能が向上された潜水艦に進化していて、タイゲイ型の就役とともに、両艦が退役しつつある、いわば旧式潜水艦である。その、黒潮が、南シナ海での対潜哨戒訓練に標的役として参加していたことを、なぜあえて発表したかということに注目が集まっているのであるが、おそらくは、この訓練において、黒潮が参加していたことを中国軍が気づかなかった、何らかの事実があったのではないかとする見方がある。海上自衛隊による、この訓練の実施は、すでに公表されていて、当然、
中国軍は、哨戒機や潜水艦を派遣して、その監視と情報収集を行うであろう。特に、潜水艦は、より、海上自衛隊艦隊の近くに潜ませて、水上艦艇の音紋採集などの情報収集に当たらせるものと思われるのであるが、例えば、訓練中の、加賀、搭載の哨戒ヘリ SH-60J が、中国海軍の原子力潜水艦を発見し、それに対して、親潮が、密かに接近を試み、魚雷射程圏内から、ピンガーを発信、中国原潜が慌てて退避したなどとのことがあったのかもしれない。実際に何があったのかは、闇の中であるが、いずれにしても、海上自衛隊の旧式潜水艦である、黒潮の訓練参加を公表することで、中国海軍の対潜哨戒能力の低さを露呈し、南シナ海において、海上自衛隊は、自由に行動することが可能であることをアピールし、中国の海洋進出を牽制する狙いがそこにあることは、間違いないであろう。この日本政府による公表に対する、中国政府の反応は、いつになく抑制的で、17日に、中国外務省の高層報道官が、現在の南シナ海における情勢は、安定する方向にあるので、周辺国においては、この海域の平和と安定を損なうことがないように、慎重な行動を求めると述べただけである。これまでであれば、中国海軍をさも揶揄するかのようなこの手の報道には、激しく対抗する中国が、このような抑制的な態度を示すことが珍しく、そうせざるを得ない事実があったのであろう。その黒潮を含む親潮型潜水艦に代わるべく、次世代の双竜型潜水艦は、2021年現在において海上自衛隊の主力潜水艦であり、1番艦、双竜から10番艦、昇竜までは、ディーゼル機関タス AIP タス鉛蓄電が採用され、非待機依存推進、AIP システムには、スターリング機関を採用していて、これによって、長期間の潜航が可能とされている。そして、11番艦、桜竜と、最終の12番艦、桃竜には、スターリング機関と鉛蓄電池に変えて、リチウムイオン蓄電池を世界に先駆けて搭載され、このことで、従来型と比べて、さらに、潜航期間の延長と、水中速力性能の向上が図られたとされている。このリチウムイオン蓄電池は、充電効率に優れ、高電力を長時間持続できるほか、鉛蓄電池に比べて、1.5 倍以上の密露放電回数が可能、かつ、水素ガスなどの有毒ガスを発生しないなどの利点があり、潜水艦には最適の蓄電池であると考えられていた。陸上では、すでに、ノート PC やスマートフォンや電気自動車で実用化されているのであるが、充電時に熱を発生する欠点があり、発火事故が報告されていて、潜水艦に搭載することは不可能であるとされていたのである。その電池を、火災が大事故につながる潜水艦に搭載した、日本の電池開発技術力は、世界を驚愕させ、中国においても、軍事メディアが、リチウムイオン蓄電池を潜水艦に搭載させた日本に対して、中国の技術は、15年遅れていると、大騒ぎになっている。ただ、中国のインターネット上では、中国が日本より遅れていると、しながらも、リチウムイオン蓄電池は、発火する恐れがあるのに無謀だといったような書き込みもあって、日本の技術力を否定するかの、ような論評は相変わらずだ。海上自衛隊の潜水艦建造は、現在では、桜竜、桃竜を発展させた、大鯨型に移行しており、ネームシップの、大鯨は、2020年10月に進水、2022年3月の収益に向けて、
建造が進められているほか、4番艦まで建造が進められている。中国軍が発見できなかった親潮型潜水艦よりも、さらに静粛性に優れ、ステルス性能が高められている双竜型と太平型潜水艦が、南シナ海や東シナ海に潜んで、中国海軍の動きを牽制する活動が、中国の海洋進出への抑止力となることに期待したい。現在では、最新鋭は、クゲイが進水式を終えたばかり、この先、次期潜水艦には、どんな装備や性能が開発されるのか、期待でワクワクしてきます。